はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。2023年、はい、まあ、1本目のエクスポーション TV ということですけど、はい、どうですかね年明けましたけど実際この動画をね、はい、撮ってる時はね開けてないんで、まだそうですね、だいぶ違和感あるけど、はい、まあね、もう明けましておめでとうですよ、はい、って言ってきましょうね、はい、2023年頑張っていきましょうね、はい、はい、ちょっとね、あのアーティストの深浦義恵さんって方がいたんですけど、まあ、その方の展示でね、ちょっとパフォーマンスやらせていただこうかなと、いただくことになって。はい。まあ、それがですね。こちらですね、こちら。はい、見えてるかわかんないけど。まあ、後でちゃんと、はい。画面にはポンと出しますよね。はい、ポンと出しますね。はい。まあ、一応1月11日から15日。で、まあ、まあ、一応、正式なライブとしては15日やるんですけど、まあ、途中ね、あの、ワークショップとか、にちょっとお邪魔して、そこでも演奏させてもらおうかなと思ってますんで、あ、もしね、お時間許すようでしたら、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。まあ、あの、詳しい情報などはね、はい、ちょっとエクスポーションの、まあ、ツイッターとか、はい、各 SNS、はい、あと深浦さんの SNS とかね。そうですね。まあ、概要の方に、まあ、はい、ちょっといろいろ貼っとくんで。貼っときます。はい。まあ、ぜひね、気になった方はチェックしてみてください。でですね、まあ、一発目なんですけど、はい、まあ、今回はね、画家のアシール・ゴーキを取り上げたいと思います。まあ、ゴーキはですね、アルメニアで生まれた画家で、まあ、オスマン帝国のこうアルメニア人虐殺っていう事件があったんですけど、まあ、それを逃れるため、まあ、アメリカに亡命して、まあ、アメリカにおける、まあ、シュルレアリスムであったりとか、まあ、抽象表現主義、まあ、20世紀のアメリカ美術を牽引した画家の一人になります。まあ、今日はそんなね、彼と作品の魅力を考えていきたいなと思います。はいはい。平尾さん、アシール・ゴーキなんですけど。はい。まあなんか、たびたび。たびたびね。名前だけは。はい。出てきてますよね。はい。はい、チャンネル台のね、動画も出てきてますが。まあ、結構ね。はい。うちらのチャンネルはこの辺、メインじゃないけど、うん、割とやってるし、うん、うちらも好きなとこなんでね。そう。はいはい。まあほら、うちらはほら、まあさっき好きだっつったけど、抽象が好きだったんで。うん。まあ、新年一発目ということで、まあ、初心に帰りね。はいはいはい。帰りじゃないですけど、まあ、久しぶりに抽象会が。まあ、この間はね、イサム・ノグチ取り上げて、あれ抽象彫刻なんでね。うん。まあ、ちょっと絵画の方は久しぶりって感じなんですけど。はい。どうですかね。まあ、ゴーキとかって、知ってます？まあ、だから、その、名前ぐらい。名前ぐらいっていうか、まあ、そう、そんな詳しくはないね。そうですね。うん、まあ、結構、重要かなと思いますんでね。早速、今日もプロフィールから。はい、皆さんと一緒にね、はい、見ていきますか。ましょう。はい。名前はアシール・ゴーキ、本名ボスダニック・マヌーク・アドヤン、1904年生まれ、1948年、44歳で亡くなっています。国籍はアメリカです。表現形態は絵画。ムーブメントはシュール・レアリスム、抽象表現主義です。1904年、アルメニア東部のバンシューで生まれます。1915年、アメリア人虐殺が始まる。この間に母親も失ったものの、なんとか生き延びます。1920年、先にアメリカに渡っていた父を頼って渡米します。1922年、ボストンのニュースクールオブデザインで学び、教鞭も取るようになります。1924年、ニューヨークに移り、作品にアシール・ゴーキとサインするようになります。翌年には正式に改名します。1935年、ニューディール制作におけるプロジェクトに参加、公共作品、壁画の制作を行います。1939年、アメリカに帰化します。1945年、アメリカから亡命してきたブルトンと出会い、シュールレアリスムに影響を受けます。1946年、直腸癌にかかり手術を受けます。1948年、自動車事故で利き腕が麻痺してしまいます。また妻とも別居することになり、そしてこの年自ら命を絶つことになりました。はい、ざっくり。うん。短いんですけど、今回。はい。まあね、なんつうかね、こう、第一次世界大戦の影響をめっちゃ受けるところから始まって、まあ世界恐慌の煽りを受けて、まあこうね、見方によっては、ちょっと暗黒時代的なね、まあ、世界を生き抜いた感はめっちゃあるんですけど、最後はかなり残念なことになりましたけど、まあそんな感じの人ですよ。うんうん、まあ、教鞭取ってたぐらいだから、まあ一応なんか人にも教えたりとか、そういうことには向いてたのかなとは思うんですけど、うん、まあ一応なんか奥さんとかいるんですけどね、なんかどうにもなんか孤独感がいまいち抜けない感じの方なんですね。まあね、絵としてはね、やっぱこう、まあ、セザンヌから始まって、うん、まあ、キュービズム、まあ、カンティンスキーの抽象であったりとか、まあ、アメリカの、まあ、シュールレアリスムにつながるところから、抽象表現主義の間ぐらい、うんうん、
のなんかちょっと移り変わりの、まあなんか何とも言えない、狭間の時代みたいなところで活動した方ですね。ただなんか活動期間としてめっちゃ短い。ほんと44歳ぐらいで亡くなっちゃってるんで、その自分の表現みたいなものを確立できそうなところで亡くなってしまったっていう方ですね。早速作品見ていきましょうか。はい。まあ一作品目は、まあ1927年、ステントーっていう作品なんですけど、まあ初期はね、まあもう特に本当にセザンヌの模倣してます。で、まあこの方ね、まあ学校には行ってたんですけど、まあほぼ絵画に関しては独学、まあなんか画集だったりとか、なんか文献をもとにね、まあ勉強して模倣を繰り返したりっていうのを結構若い時にめちゃくちゃ繰り返します。もうセザンヌって感じなんですけど、これ。セザンヌですよね。っていう感じ。もうなんかそれしか言いようがないっていう感じなんですけど。だからなんか結構、ヨーロッパ美術のなんかその、抽象に行くまでの道筋を結構真っ当になんかこう、トレースしたような感じなんですよ。で、次の作品行くと、まあ、芸術家と母親って、まあ、1936年の作品なんですけど、まあ、まあ、具象なんですけど、なんとなくもう、抽象表現に行きそうな雰囲気があるっていうか、まあ、この悲しいようなね、雰囲気はちょっと故郷への思いなのかな、思ったりしたんですけど、どうですかね。まあ確かにもう、なんか、個性みたいなの出始めてるよね。そうですね。ああ。いい絵だなと思ってたんですけど。こっから、なんかこう、移り変わりというか、うん、まあ抽象に向かっていくような雰囲気はありますよね、うん。うん。まあちょっとなんかこの平面的なところとか、なんか若干デフォルメされるところとか、まあ結構なんか抽象に来そうだな、みたいな雰囲気あるんですけど。次行きましょうか。まあ3番目はポートレートって作品で、まあやっぱキュビズム。セザンヌと来たらキュビズムみたいな感じで、まあその影響が見られる作品かなと思います。まあこの後はね、シュールレアリズム的な抽象になっていくんですけど、まあ、本当に短い期間の活動だったもんで、結構バーって流れてきます。この辺は。キュビズムですね。キュビズムっていうか、なんつうかっていう感じなんですけど。でもなんか、いい絵ですよね。そうなんですよね、うん。やっぱね、昔の絵も結構いい絵なんですよね。大体こういう人って初期の頃の作品あんま興味ねえってなるよ。うん、この人いいね、うん。うん。なんか、まあまあ、アカデミックではないからさ。うんうん、うん。あの、入りが。はいはいはい。しかもなんかセザンヌから言ってるとこっていうのはちょっと見るべきところかなって思ったりしますけど、ね。すでに面白みがあるって感じですよね。うん。次行きましょうか。まあ、次、この辺くらいからね、ちょっと結構本番って感じで、まあ、40年代に入ってからの作品なんですけど、まあ、これ、ソチの庭っていうタイトルなんですけど、一応、ま、このタイトルで3枚の絵を描いていて、まあ、他のやつとこう同様に、子供時代の、このアルメニアの記憶に触発された抽象的な構造特徴としてると言われています。で、まあ、一応なんか人参だとか、山嵐みたいなものが、こう、家の周りに作ってたんで、まあ、それと、まあ、なんか、神話の次第になってるかもしれないですけど、なんか、それと、なんか、自分の記憶と、なんか、歴史、みたいなものを、ごちゃ混ぜにして、まあ、こういうふうに書いていくんですけど、まあ、ちょっと、ミロっぽいなぁ、なんて思ったりしたんですけど。ミロっぽさあるね、確かに。まあ、ちょっと、ミロよりは、なんか、くすんでる感じはするんですけど、植物とか、そういうものもモチーフになってるんじゃないか、って言われてて。で、一応なんかブルトー曰く、なんかその、シュールレアリスムの中で、まあ、こう生物学的なシュールレアリスム作品はこの人だけだみたいな感じで言われてるらしいんですけど、まあそういうものをこうシュールレアリスムとして捉えたのはこの人だけじゃないかって、まあブルトーさんは言ってるんですけど、いかがですか？じゃあこれ、なんか生物的な感じですか？って言う人もいるんですけどね。じゃあ一応これ何かがモチーフになってそれを抽象化してるっていうことなのかな。何かっていうのはこの具体的な何か。うん、みたいよ。何なんだろうね。不思議ですよね、うん。じゃあ別にこの雰囲気とかじゃないってことなんだ。雰囲気じゃないんじゃない？何かモチーフがあるんだ、これには。明確。な、もうまあ記憶だったとしたらなんか、うん、まあちょっと形があやふやな感じかもしれないけど。うん、ただなんかその、まあ、さっき言ったように、山嵐だったとか、うん、まあ、人参とか、うん、まあ、そういうもんだったとしたら、明確に形のあるものが、モチーフになってるらしいですけどね。うん。でもなんかそんな風に言われるとなんかね、うん、生物に見えなくもないよね。うん。うん、カンディンスキーとかはなんかその、最終的にはなんか、微生物的なところに興味持ったけど、うん、そういうことなのかなーなんて思ったりもしたり、してね。うん。まあ、ただ何なのかはちょっとよくわからない。
次行きましょうか。まあ次もまあ中小なんですけど、まあ45年の作品で、まあ40年代はやっぱね、こう、ブルトンと交流を持ったことで、まあどんどんシュールレアリスム的中小に傾倒していきます。まあやっぱね、この人結構重要なところってなんかその、シュールレアリスムと、なんかその後の世代のちょうど架け橋になったっていうので、重要視されてるんですね。まあそんなところを見ていただければと思いますけど。ただなんかどうにもやっぱなんか、ちょっとなんかこの暗さっていうか、なんていうのかな、鬱屈した感じね、感情みたいなものがすごい見えるかなと思うんですよね。やっぱ生き様じゃないですか。あ、うん、だいぶなんかね、アメリカで亡命することになっちゃったりとかさ、うん、結構食らってるじゃないですか。そうですね、うん、まあ、そういうところ表現されたりするのかね、これは、うん、でもなんか少し暗い、うん、ね、雰囲気のある絵、うん、いいじゃないですか、これ亡霊っぽいっていうか、うん、色もなんかさ、うん、この、まあ、暗いんだけどなんか美しさあるよね。あるね、うん、なんか黄色とかさ、オレンジっぽいのとかがちょっと入ってんじゃん。なんか若干ちょっとオシャレっぽいとこもあって、うん、なんか効いてんだよね、結構それが。なんかそれがちょっと絵的に見ると面白いなと思ったりするんですけど、うん、暗い色調の中にもね、形もなんかね、まあ、線だったりとかね、うん、いや、なかなか面白いですか。うん、魅力的なんじゃないですかね。最後行きましょうか。はい。まあこれは本当1947年に描かれて、まあ亡くなる直前に描かれた作品になります。まあちょっとね、燃えるような苦悶を感じる作品なんですけど、まあこの時ね、ちょうどなんかそのアトリエがね、火事になって、まあ作品がめちゃくちゃ燃えちゃったりとか、まあガンになっちゃったりとか、なんかちょっとアーティストの個人的なちょっと生活のトラウマっていうか、トラブル感的な出来事に関連して理解されることが多いらしいです。実際のところはわかんないですけどね。まあ、そういう作品になっております。まあなんか圧迫感みたいなのありますよね。そうですね。追い詰められた感すごいあるな。と思うんですよね。なんとも言えないなと。感情がこう、滲み出てるような気がしなくもない。うん、そんな感じ、うん。どうなっただろうね。思うけどね。もし書き続けることができたら。うん、まあもう最後手動かなくなっちゃったからね。まあ結構絶望しちゃった感はあるんですけど。いや、結構病気にもなって事故にもあってって、うんうん、まあちょっとね、なかなかの災難、うん、まあアメリカに亡命することになった、うん、経緯とかもそうだけど、うん、まあなかなかこうちょっとね、波乱のある波乱万丈ですね、うん、ちょっとなんかすごい時代にめちゃくちゃ振り回された感が、うん、ね、あって、まあ絵にもなんか結構それが出てるのかななんて思ったりしますけどね。まあそこが結構なんか逆に魅力的なとこなのかなって感じましたけど。はい。見ていただきましたけど。うん。いかがだったでしょうか。やっぱそうじゃない？結構こう、感情がね、うん、絵に出ているというか、うん、表現されているというか、うん、まあそういうものを表現してやろうと思って、うん、描いたのかちょっとわかんないけどね。うん。そうなの。滲み出ちゃってんのかな。無意識じゃないだろうな。シュールレアリスムって言っても、うん、やっぱめちゃくちゃ意図して書かれてたのかなって思いますけど、まあこの辺を見ていてね、まあ何を思ったかっていうと、なんかこう不思議だなと思ったんですよね。なんかこう記憶とか、うん、なんかそのまあ一応僕らはこう記録してるわけじゃないですか、うん、いろんな出来事であったりとか、うん、自分に起きたことだったりとか、うん、それって一体何なのかなってちょっとこの絵を見てて思ったんですよね。はいはい、なんかこうこれがなんか めちゃくちゃ抽象になって、うん、形のよくわかんないものになったりするじゃないですか。うん、何のためにこう記憶してるのかなとか、すごいなんかこう記憶することみたいなことをめちゃくちゃ考えましたよ今回。うん、何なんだろうな。なんか記憶してることの意味って何なのとかすごい考えましたよ。でもなんか逆に結構そういう記憶する機能がないと人間として生きていけないのかなみたいな、まあね、ことを考えたりとか、うん、なんかそういう方向になんか思考が向かったっていうか、うん、なんか久しぶりになんか変なよくわかんない哲学的なね、まあ、言い方変えればちょっとスピリチュアル的なことを考えたりしましたけど、うん、不思議じゃないですか、ね。まあ、ちょっと全然なんか話違う方向に行きますけど、やっぱこう記憶するっていうのはあれなのかなと思ったんですよね。一瞬要はなんか記憶だったりとか感情ってさ、要はそれによって結構なんか自分の行動って決まるじゃない。うん、そうね。ああ、要はプログラミングみたいなもんなん
コーディングするっていうけど、うん、なんか行動を起こすための命令じゃないけど、うん、そういうものを脳に与えて自分は行動してんのかなっていう。だからなんかそのすごいなんかシステマチックな感じがしたんだよね、すごい。はいはい、うん。なんかそんなね、なんかちょっと科学って言っても、ちょっと僕らの今の科学ではわからない、ちょっと断りみたいなもので、この世界っていうのは動いてるのかな、っていうね、思考にね、ちょっと後期の作品を見ててね、向かっちゃったんですけど、今回。ああ、なるほどね。うん。やっぱ、この人の、まあ、体験、うん、まあ人間ってみんなそうだと思うんだけど、うん、体験に基づいた、その記憶、うん、からこうなんか、まあ無意識的にこう滲み出るような、まあもっと思考的なものなのかわかんないけど、うん、まあそういうものがこの絵に、こう反映されているというか、うん、まあなんかこう考えて表現してるのかどうかはちょっとわかんないじゃないですか、うん。そういう感じなんですかね。考えてやってんのか、ちょっとなんか無意識から出てきたものなのか。でもなんかすげえ感情的な感じはするよね、うん、どの絵も。すごい感情的な感じがする。だからなんか記憶とかなんかその感情が行動に作用するんであるんだったら、彼がこう表現したってことは、うん、まあすごい感情、やっぱり感情的だし、うん、その記憶っていうのもがすごい元になってるっていうのは合ってんのかな。結構だって強烈じゃないですか。うん、おそらくその大量に人が殺められたりとかした記憶とか、うん、まあその亡命してからの記憶だったりとか、うん、そういうのってなんか普通の体験よりはめちゃくちゃ強烈だと思うんで、どうしてもまあもし、わかんないけどね、なんか、もう滲み出ちゃったのかもしれないけど、うん、はい、でもなんかまざまざまと、なんか情景みたいなものは出てたんじゃないかな。逆になんかその、何かにこう、ぶつけて行動を起こして消化しないと、なんか結構消化しきれなかったのかなと思っちゃうけど、なんかだからなんかこういう、絵画の、まあ、絵に残して表現するっていうことをやった可能性っていうのは十分あるかなと思いますけど。このさっき見てきた6枚の絵の、うん、まあ、初期の方の、の雰囲気と、抽象になってからの雰囲気って、まあなんか似てるのよね。ちょっと似てる。やっぱり、なんかこうなっていく過程はね、すごいよくわかるなって。うん。面白いなと思ったけど。感情表現的な部分として、まあその色彩だったりとかでね、まあそういうとこ似てるっていう、タッチだったりとか。まあその辺っていうのは、まあ作家性っつったらまあ、それまでなんだけど、その記憶、泉がその今回、焦点を当てたさ、そこに、その部分っていうのがね、なんかどうだったのかなっていう。だからなんかすごいなんか記憶する機能とかってなんか、謎なんだよね、すごい。めちゃくちゃ。一部の間ではね、こう、まあ、このように生まれてきたのはこう体験するためであったりとか、経験するためだって言われてるけど、スピ的な。スピ的な話ですよね。で、なんか僕はなんかもうちょっとなんかちょっと科学的っていうか、システム的に捉えてるんです。だけど、まあなんかスピリチュアルで言うと多分そういう言葉になると思うんだけど、まあ例えばなんか意識体になって全部一つになるっていうじゃないですか、死んだ後、言われてるじゃないですか。っていうことはなんかこの経験とかこう記憶したデータっていうものをこう一箇所に集めてるわけでしょ。アカシックレコード的な。アカシックレコード的な。いやそこまではわかるんだけど、何のためって思ったんだよね、ちょっと。なんかすごい不思議だなと思った。そうだとしたら。なんかそれすごい面白いなと思って。なんかちょっとスピリチュアル的に言うとめちゃくちゃ結構ワンネスとかさ、ああいうのってまあちょっと怪しいような感じに聞こえるけど、でもなんかそれってなんか全然すごい科学的なことだし、うちらがやってるね、プログラミングとか、まあメタバースだって多分そうだし、そういうのと一緒だなと。すごい。一緒で、ただなんかその、なんか目的がすげえわかんねえなと。例えばなんかAmazonがさ、アマゾンとかグーグルがさ、こうデータを集めてさ、まあこう最適な広告を画面に表示して、あなたこれ好きでしょ買ってくださいって、なんか明らかにこう利益があることなんだけど、人の経験をたくさん集めてどうするんだろうなっていうのがすごい、それ考えると面白いなと思っちゃったんですよ。すごい。うん、まあだからその辺の話っていうのは、多分なかなか答えが出ないのは、そう、多分我々が普通に人間だから、この三次元世界に生きてる人間だからで、あると思うよ。なんか、もっと高いさ、高次元の、その、意識を持っていればさ、まあ、全然違う考え方が浮かぶんじゃない？ちょっと我々には、なかなかわからないところなのかななんて、思ったりするけどね。どうなんだろう、テクノロジーが
このままね、うん、発展していくといつか分かる日が来るのかなとか。あ、まあ、そう考えるとなんかめちゃくちゃロマンのある話っていう。確かに。なんか、年始早々変な話してますけど。いや、でもあれなんじゃない、まあ、俺とかもね、そう、オカルトとかスピとか好きなんでさ、いろいろ読んだりしますけど、まあ、その辺っていうのは、もっと、なんていうの、別の視点から見たら、うん、視点から見ないとわからないことなんじゃないかなって思ったりするけどね。うん、あと多分ね、まあ、多分宇宙の構造というか、大元は多分もう全部データなんで。うん、だから気がするんだよね。だからなんか、まあデータの一部として考えたんだったら、うん、何かこう発露して表現するっていうのは、はい、まあ、それだけでめちゃくちゃ意味があるのかなと、うん、今回ちょっと改めて思いましたっていうお話だったんですけど。全然、なんかすげえ話、すげえぶっ飛んだ話に、なりましたけど大丈夫ですか、はい、これは。わかんないですけど、はい、まあ皆さんね、よかったらどう思うかみたいな感想をいただけると。全然アートの話、まあ、でもね、うん、わかんないですからね、それはね。ただなんか、いいんすよ、なんかすごい。生きてることにはすげえ結構意味あるんだよ。まあ、どんなことをやろうとね。はい。まあ、そんなことをね、ちょっと感じさせてもらいましたよ、このアシール・ゴーキさんの作品。なるほどね。はい。新年一発目の動画なんで、はい、まあそういうね、うん、ちょっとぶっ飛んだ話から、うん、この先のね、うん、未来だったりとか、そう、まあ近いね、今年、2023年、はい、どんな年になるかなとかね。うん、そんなこと思ってもいいんじゃないですかね。そうですね、うん、はい、でまあね、意味あると思って頑張っていきましょう。はい、はい、今日はアシール・ゴーキについてお話ししましたが、いかがだったでしょうか。アシール・ゴーキについて話したのかな、わかんないですけど。本当だよ。まあなんか、うん、新年早々ねちょっとぶっ飛んだ話になりましたけど、はい、まあ、これでて、はい、ちょっと納得いかなかったらまた、はい、ゴーキさんの話やりましょうよ。そうね、絵をもっと、うん、でもほら、まあ、何か、こう、人の表現を見てさ、うん、考えをね、うん、こういろんなところに飛ばしてみるっていうのは面白いんで。そう。でもやっぱこう、結構見てきたけど、やっぱアートとね、うん、こう、まあ、科学もそうなんだけど、うん、やっぱそういうちょっと、オカルトだったりとか、スピリチュアルなことっていうのは絶対関連してるから、なんかそっから掘り下げていくっていうのも、割と面白かったりするのかなと、思いますけどね。はい。うん。じゃあ、これからもね。はい。どんどん怪しい話やっていこうじゃないか。そうですね。うん、やる機会があったら、やっていきたいと思います。大丈夫ですよ、これ。あ、いろんな視点で見ないと。そうだね。そう。いろんな視点で見た方が絶対楽しいから。はい。で、いろんな人の意見聞いた方が、絶対面白い。うん、まあ、そこがね、この、アートの醍醐味っていう、醍醐味の一つだと思いますんで。はい。まあ、ぜひね、皆さんも考えてみてください。はい、このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、動画への高評価、コメント、何でもいいんで、ぜひお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。